今回は定期健診ですね。はい。はい、ちょっと見させてもらいます。どうですか、この接合部分にかゆみはないですか？違和感もないですか？はい、もうちょっと横向いてください。ちょっとこの辺りがめくれちゃってるのかな。気づかなかったですか。どうしましょうか。前回と同じ色で攻めるか。もう少しライトな感じにしますか。ちょうど新しいカラーリングが出たから、それもちょっとお見せしましょうか。はい、ちょっともうちょっと上見てください。薄めの色だったよね。これがね、ちょうど前に出たばっかりのニューベージュ。今までのベージュと比べてもちょっとハイカラなイメージがあるかな。ちょっと手出してみてください。手に取ってみるとわかるんだけれど。こんな感じ。ちょっと塗ってみると。手にこう。綺麗でしょ？ちょっとキラキラしてる感じ。今までそこまでね、印象変わるわけじゃないから、今回ちょっとこれにしてみましょうか。はい、ですね。じゃあもう一度上向いてください。じゃあまずはちょっと穴埋めからしてフラットにしていきましょう。
じゃあまずはほっぺたから埋めていくよ。ちょっと塩素臭いけれどもね、前回よりもこっちの方が強力だから。はい、下向いて、はい、眉間からいくよ。させてください。はい、ではいつも通り新しいフィルムを貼っていこう。で、今回2回目だったよね。うん、で、少し前までは古いフィルムをまず剥がし取ってから、で、新しいフィルムをつけていたんだけれども、今はもう、全部古いフィルムは新しいフィルムと一体化して、まあ、ある意味分解されて、で、もう完全に、剥がす必要はなくなっているから、
かなりね、楽になってます。で、今回このライトベージュの、特殊、日本古来の甘美紙フィルム、これを使っていきます。厚さは、0.0001mm。ライトベージュ。で、前回は首の上のところまでですね。このラインですね。同じ場所でいいですか？もう少し下の方まで伸ばしてみますか？同じところでいいですか？はい。じゃあ目つぶってね。はい。はい。はい、じゃあ横向いて。はい、少し上向いて。はい、じゃあもう一度目つぶってね。はい、はい、はい、正面向いて、はい、チェックします。ではなじませます。
で、さらになじませます。下向いて違和感ないですか、はい、はい、細かいところをなじませていく。このラインね、この境目に違和感はないですか、はい、はい、正面向いてください、はい、余分なところを切っていきます。下向いてね、はい、そこそのまま、はい、はい、正面向いて、はい、はい、チェックします。
最後につなぎ目をコーキングして終わりです。はい、では顔の正面からいくよ。下向いてそのまま、はい、そう、はい、では正面向いてください。はい、チェックします。最終確認です。はい、ではマスキング取ります。どうですか、違和感はないですか。うん、はい。ではいつも通り毎日お風呂上がりに塗っていただく薬を出しておきますから、それを欠かさずに塗ってください。もし変色した場合はまた言ってください。すぐに駆けつけてください。うん、出来栄えは最高です。うん、で次は、半年後に定期検診に来られてください。もし全く違和感がないようでしたら1年後でも大丈夫ですけれども、1年後には必ず来るようにしてください。見えない部分で劣化しているところがありますからね。はい、では以上です。